こんにちは、パタヤチャンネルです。今回はついにパタヤに登場した本格的な日本の鶏塩そばが想定外のレベルの高さでしたのでご紹介したいと思います。さらに驚きのすごいプロモーションもありますので、ぜひ最後までご覧ください。場所は町の中心地トゥリータウンになります。ソイ21からまっすぐ入れる駐車場の奥にあります。駐車場をまっすぐ50メートルぐらい進んで、右に曲がって少し進んだ左手にあるこちらのお店になります。お店の名前は麺ラボジャパニーズラーメンと言います。大阪で有名な麺ラボユイソーの系列のラーメン屋さんになります。現在プレオープン中ということで、プレオープンの初日に行ってきました。営業時間は夕方の5時から夜10時までとなってます。定休日は月曜のみです。以前バーだったお店を改装してるんですが、カウンター6席4人掛けテーブルが3つのおしゃれな雰囲気のお店になってます。ちょうど撮影に来た時にチャーシューの仕込みをしてましたので、秘伝の極秘のチャーシューの作り方バレないように隠し撮りしてきました。作り方はすごくシンプルで、塩コショウをしてラップでくるんで低温調理をするというものでした。工程がシンプルなだけに余計に難しそうに感じます。そして低温調理されたものは薄くスライサーでカットされます。見てるとめちゃくちゃ美味しそうなので、まずラーメンを食べる前にこちらのチャーシューを使ったチャーシュー丼いただくことにしました。チャーシュー丼は1人前99バーツになります。丼とは言ってもお皿に盛り付けていきます。そしてそのライスの上にチャーシューを3枚乗せるんですが、1枚がめちゃくちゃ大きいので1枚でほとんどご飯が隠れちゃいます。低温調理されてますので、お肉まだ赤みが残ってるんですけども、ちゃんと火が通った状態です。その上から秘伝のタレをたっぷりとかけます。その上にネギを乗っけてごまを振りかけて完成となります。ということで完成しましたチャーシュー丼がこちらになります。99バーツです。見た目はチャーシューというよりもローストビーフみたいな見た目なんですが、ピンク色のレアな感じがめちゃくちゃ美味しそうです。撮影用に綺麗に食べようと思ったんですけれども、1枚がめちゃくちゃ大きいのでなかなか綺麗に食べれませんでした。見た目から伝わると思うのであえて説明するまでもないんですけれども、めちゃくちゃジューシーで、端っこの方はパサつくのかなと思ったら端までしっかりとジューシーで美味しかったです。特にこのタレがチャーシューにもご飯にもすごく合いまして、ご飯にかけて食べるだけでも美味しかったです。結構ご飯の量もあったんですけれども、飽きることなく最後まで美味しくいただきました。ちなみに無料で冷たいお水も出してもらいました。そしてメインのラーメンなんですが、淡麗鶏塩そばのみになります。通常はチャーシュー3枚と味玉がついて220バーツもしくは味玉がいらない場合はチャーシュー5枚に変更することも可能です。そして写真映えするスペシャル盛りというのがあるんですが、チャーシュー10枚と味玉がついて300バーツというお値段になってます。結構良心的なお値段にはなってるんですが、なんと現在プロモーションをしてまして、1杯220バーツの鶏塩そばがまさかの LINE 登録で対象期間中何度でも99バーツで食べることができます。ただこちらのプロモーションはいきなり終わるのでご注意ください。そしてパタヤチャンネルだけのめちゃくちゃすごい特典もいただきましたので最後に発表しますので、ぜひご覧ください。ということでラーメンを作るところも撮影させていただきました。麺の茹で時間が短いということで先にスープを準備してました。そして40秒のタイマーをセットしてお湯の中に麺を投入します。そして湯がいている間に準備してたスープを完成させます。あっという間に茹で上がりました。しっかりと湯切りをしてからスープの中に投入します。そして麺を整えた後はチャーシューを乗っけていきます。先ほどチャーシュー丼で食べた巨大なチャーシューが乗っかります。
チャーシューが大きすぎてほとんど麺が見えない状態になっちゃってます。ここにネギ、紫玉ねぎ、味玉を乗っけて完成となります。ということで、こちら淡麗鶏塩サバ、通常220バーツが99バーツで食べられるものになります。そして気づいた方いらっしゃるかもしれないんですが、通常はチャーシュー3枚なんですが、サービスで特別チャーシューを5枚乗っけてもらっちゃいました。これが YouTube やっててよかったなと思える瞬間です。そして塩ラーメンになりますので、スープも透明なスープになってます。そしてチャーシューは先ほどと同じレアな状態のめちゃくちゃ大きいチャーシューになってます。麺は白っぽいツヤツヤのツルツルの麺になります。そして味玉もちょうどいい感じの半熟になってます。海外に住んでるとなかなか本格的な塩ラーメンを食べることがないんですが、透明なスープも見た目以上に濃厚な出汁が出てまして、麺も本格的で、こんな塩ラーメンがパタヤで食べれるとは思ってませんでした。今回は特別5枚入りをいただいたんですが、通常3枚入りはこんな感じになります。パタちゃんだけチャーシュー5枚にしてもらってずるいなと思った方、ご安心ください。パタヤチャンネル視聴者のみの特典で、お店の LINE 登録していただいた方全員、お店のプロモーション終了後も5月6日まで淡麗鶏塩そばが99バーツで食べられます。そしてさらに、通常はチャーシュー3枚に味玉なんですが、今回僕が食べたチャーシュー5枚プラス味玉に増量してくれちゃいます。ダメ元でオーナーさんにお願いしたら快く OK いただきましたので、ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。そして視聴者特典はこちらの画面を見せていただいたら分かるようになってますので、こちらの画面をスクショしてお持ちいただければと思います。期間中何度利用しても大丈夫です。さらにお店のスタンプカードがありまして、10ポイント貯まりますとラーメン1杯無料となってます。ちなみにチャーシュー10枚入りプラス味玉の300バーツのスペシャル盛りはこんな感じになります。以上、今回はパタヤについに登場した激うまの本格的な塩ラーメンのお店をご紹介させていただきました。正直パタヤで食べられると思ってなかったレベルのラーメンですので、ぜひプロモーションがあるうちに一度食べに行ってみていただければと思います。次回日曜日の動画は、セントラルパタヤの路地裏の絶品ポーク飯とピンクラーメンが感動的にうまいお店ご紹介したいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。現在メンバー限定の動画もしくはライブを毎週金曜日に公開してますので、ぜひご登録いただければと思います。